宝来ダムは、福島県日本松茂川崎と福島市飯野町との境、一級河川、阿武熊川、水系阿武熊川に建設されたダム。飯野園庭、飯野ダムとも言う。高さ21.5メートルの重力式、コンクリートダムで、東北電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、宝来発電所、飯野発電所に送水し、 合計最大3 8 7 3 0ットの電力を発生する。日本の近代土木遺産。1936年10月、豊富な電気を低価格で供給することで、東北地方の経済を振興することを目的に、設立された東北振興電力は、阿武熊川水系最大規模の水力発電所となる、蓬来発電所の建設を計画し、 1936年12月26日に寄港した福島県中通りを流れる阿武熊川が福島盆地に差し掛かる手前の阿武熊橋に蓬来ダム、忍武ダムという2基のダムを上流から順に建設。蓬来ダムから蓬来発電所に忍武ダムから忍武発電所にそれぞれ送水し合計最大4 4 4 5 0ットの 電力を発生する計画である。工事には、国鉄東北本線、福島駅及び、川又線、岩城飯野駅を、最寄り駅に、県道や、専用道路を通じて、トラックでセメントなどの物資を搬入した。ダム建設地点の地質は主に加工岩で、漏水の原因になり得る、岩の割れ目が多く見られた。 そのためグラウト工事として、そうした割れ目へのモルタル注入が行われた。工事中に何度か洪水に襲われたが、増水を前に建設機械を片付け速やかに、撤収するといった措置により大きな被害はなく、1938年12月1日に、発電所の運転が開始された。その後、電気事業の国家管理化が進み、日本発送電は1941年に、 東北振興電力を合併。戦後は、日本発送電の分割、民営化により、宝来ダム、シノぶダム及び発電所は、東北電力が継承した。2013年5月13日、東北電力は、宝来ダムからの河川二次流量を利用し、最大2 3 0ットの電力を発生する、飯の発電所の建設に向けて、掘削工事を開始した。 当初は2014年2月の完成を目指していたが、強固な地盤に阻まれ、同年6月30日に運転開始となった。今回、河川維持流量を発電に利用したことや、ユニット化により簡単な構造とした、横軸円筒水車発電機を採用したことは、東北電力にとって、初の試みであった。福島市中心市街地を南北に貫く国道4号。 黒岩交差点から蓬莱橋で阿武熊川を渡って、上流に向かって進むと、阿武熊橋の入り口にある、忍ぶダムに至る。忍ぶダムは上流に位置する、放莱発電所の逆調整地を形成する。放莱発電所は電気を多く消費する、時間帯に集中して発電する運用が取られるため、発電所から川に放流される水の量は一定では、ない。 これを一時的に蓄え、下流には一定量を放流することで、放来発電所の運用に伴う川の増減水を抑えているのである。シノブダム直下右岸には、ノブ発電所があり、ここから、福島盆地の農地を潤す、灌溉用水路が分岐している。道は、国道114号へ合流し、さらに上流へ進むと、福島県道306号、 大沢広史氷線が分岐している。こちらの道を進むと入線補助調整地である。阿武熊川の支流で一級河川の入線に高さ11.6メートルの重力式コンクリートダムを建設して形成している。宝来ダムから宝来発電所までの間は約7キロメートルも離れているため、発電所にほど近い当地に水を一時的に 蓄えておくことを目的に設けられた。宝来ダムから取り入れた水は、砂岩から注ぎ込まれており、そのまま右岸から、宝来発電所に向かって送水される。洪水破棄ゲートとして3門のラジアルゲートを有し、見た目こそ、幅の長いダムであるが、高さが15メートルに満たないため、河川法でいうところのダムではない。県道306号は、入線補助調整地を過ぎると、 いいの地区中心市街地に至る。ここから、福島県道39号川又足だ線を南下すると、蓬莱ダムに着く。周辺は、桜の木が植えられており、春は、花見客が多く訪れる名所となる。川沿いには遊歩道が敷かれ、ダムを呼び発電所名の由来になった、蓬莱谷へと続いている。また、上流に向かって伸びるダム湖は、 カヌーレーシング公認コースとしても利用されている。宝来ダムの外観は、下流の忍ぶダムを大きくしたようなもので、7門ある、洪水吐きゲートには、ストーニーゲートが採用されている。1門あたり高さ6メートル、幅14メートルあり、この形式の水門としては、日本最大として紹介されることがある。しかし、高知県旗軍、 黒潮町を流れるシマント川に建設された、家路川ダムでは、高さ7メートル、幅18メートルのストーニーゲート採用例がある。ありがとうございます。